先ほどの続きですけども、こちらも建てすぎた建物の一角ですね。ほとんど人が入居されてないと思われます。物干し竿が見えないですからね。あとこちらもそうです。まあ、阪神淡路大震災の後だと思います。で、その向こうもそうでしょうね。で、まあこちら商店街なんですけど、まあシャッター閉まってるところも早く解体作業入った方がいいと思いますけどね。金属は錆びる前に。まああの辺もそうですね。だいぶ老朽化進んでますね。コンクリートの亀裂の入り方、ちょっとね、画面拡大してもらったり画像の良いものに設定し直してもらったりしたらよくわかると思いますけど、相当亀裂入ってます、外壁。一応1階の方でその隣が店舗空いてますけども、老朽化はかなりひどいですね。まあこちらもそうですけど、でその間、こちらの建物も阪神淡路大震災の後でしょうね、作られたのが。で、あちらのあの辺りの建物もそう、この辺りに来ると神戸地方裁判所の近くで、中央区です。で、ちょっと逆光かな。あちらの建物、あの建物も阪神淡路大震災の後に建てられた建物で、ちょっと遠いですけども、向こうの、まあ、30階建てぐらいのビル、3棟ほどありますけども、あちらも阪神淡路大震災の後で、物干し竿がないでしょう。人は多分ほとんど入ってないですよ。で、その隣、向こう4棟目のその建物の奥の方、あちらも30階建てぐらいの建物です。で、多分もうおよそですけども、ガラガラだと思いますよ。いきなりこんなにたくさん作っても入るわけがない。まあこの並び自体にもともと阪神淡路大震災前から建ってて、あの残ってる建物とかがあったから、まあそこの内部を、まあ簡単にリフォームできるところからリフォームしたりとか、そういうことで良かったんだと思いますよ。一応ね、以前撮影したあの辺りとかは解体に入ってくれたのかな。あの辺りも、まあ建物がいくつか、この高架下のところが以前撮影した時まだシャッター街があったと思うんですけども、あ、ちゃんと中央のシャッターが閉めてますね。まあこういう風に空きができて、そういうところを駐車場にすりゃいいんですよ。このまま撮影しながら法務局の方へ向かって歩いていきます。ちょっとかなり遠方ですけども、向こうの方にもまだ建物建ってます。まだあの辺りは兵庫県警とかじゃなかったと思います。集合住宅、まあ3棟ほど30階建てのビルが建ってますけども、かなり奥の方です。あちらの方もまあおよそガラガラ、そこもそう、その建物ちょっと逆光だから見えにくいですかね。この辺りは、元町通り6丁目です。元町通り6丁目の交差点です。その隣にも、阪神淡路大震災の後に建てられた建物、あの肌色の建物のその隣、今指さしているところです。そこも、まあガラガラでしょうね。まあその建物自体がもう物干し竿出てないですから、人いないですよ。ちょっと一旦映像、中断しますね。